大門美樹君。大門美樹です。お疲れ様で、ございます。最初でございますので、法案の中身は後日にしてですね、そもそも論をお聞きしたいというふうに思います。この法案が提出された背景に何があるかという点でありますけれど、私はいろいろ見てきてですね、やはり米中間の問題、いわゆる米中貿易戦争と言われてきましたし、アメリカのですね、対中戦略の影響がですね、少なからずあるんではないかと思っておりますが、まずこの点、大臣、いかがでしょうか。小林国務大臣。我が国が進めている経済安全保障政策というのは、特定国を念頭に置いたものではないということを申し上げたいと思います。大門美樹君。大臣はですね、この法案の立ち位置ですけれども、自立性、優位性、不可欠性、私も全くその通りだと思いますし、日本はアメリカであれ、中国であれですね、遠慮することなく堂々と、本当にある意味では自主独立の立場で、立ち位置で、貿易も考えるべきだと思っておりますので、仮にもですね、他の国の影響を受けたり、他の国に追随したり、あるいは圧力を受けるというようなことはあって、政策をですね、決めるべきではないというふうに思いますが、この点、いかがですか。小林国務大臣。今、大門委員、ご指摘の問題意識というのを私、共有させていただいております。先ほども少し答弁させていただきましたが、米中に限らずですね、国際情勢というものが複雑化していっておりますし、パワーバランスも変化している。またそれだけではなくて、社会の DX 化は進んでいる。また経済がグローバル化が進んでくる中で、サプライチェーンも複雑化して多様化していく。また革新的な技術が出てくる。さまざまなその状況の変化の中で、不確実性がやはり富む時代に突入していくんだと思います。で、その中で一番重要なのは、我が国自身が自ら主体的に政策決定できるような国家運営を実現していくということだと思っておりまして、それは他国のその動向っていうのは、変数としてはですね、それぞれ見て、その時々注視していかなければいけないと思いますけれども、重要なのは、我が国自身の基軸となる考え方、我が国自身のしっかりとした方程式というものをきちっと持つことであるというふうに思っておりますので、そのアプローチの仕方として、今、委員が言及していただきました自立性ですとか、優位性、不可欠性、我が国自身の取り組みとして、まずは自身の取り組みとして経済安全保障を進めていくということが、私は重要だというふうに考えております。大門美樹君。原則的にはおっしゃるとおりですけれど、私はこの法案をですね、議論していく上で、やはりリアリティといいますか、具体的に起きたことをこう描きながらやらないと、なんかこう、なんて言いますかね、外側ばっかり撫でてるような議論になりかねないし、非常に抽象的なことで、終わりかねないし、やはりいろんなことが緊迫した状況ありますんでね、それとその自主独立といいますか、自立性というのは大事なんですが、現実問題、なかなかそうはなってこなかったというのがございまして、私で言いますと、小泉内閣の時にですね、郵政民営化って大きな問題がありまして、いろいろありましたけどね、やっぱりアメリカの要望もかなり強いものがありましたし、あの時ももっと日本は自律的に考えるべきだということ、この場でね、いろいろ議論をしたことがありますし、当時、アメリカで言えば年次改革要望書というのがですね、大変今から言うと、あからさまな対日要求が毎年出されて、これは2009年に以降はやめたんですけれど、ただ、その後は TPP 交渉になって、この TPP 交渉の中でまたアメリカがですね、大変いろんな要望を日本に突きつけてきたというのは明らかなことでありますし、トランプさんの時は対日貿易交渉目的というのが打ち出されて、それが日米貿易協定につながるわけであります。で、今、アメリカの最大の課題は、中国に経済覇権、
特にハイテクの覇権を握らせないということで、そのために躍起になっているわけでありまして、それがですね、日本に影響しないわけ、しないわけがないと、私の経験から言ってると、そう思うわけでありますので、まず、ちょっと法案を置いといて、アメリカの対中戦略ですね、どうなっているかということを、大臣との認識の交換しておきたいと思うんですけど、アメリカの中国への警戒心というのはずっと前からございまして、トランプの時にね、ちょっと露骨な、トランプ大統領の時に露骨な米中貿易戦争と言われましたけれども、それも2020年1月頃にはちょっと落ち着きを取り戻して、第一段階の合意っていうんですかね、そういうことがあったわけでありますが、ただ新型コロナウイルスが感染拡大して、アメリカがウイルスの発生源は中国だというようなことで、またいろいろ対立が激化したり、あるいはファーウェイですね、ファーウェイの封じ込みなどがあって、再びまた険悪な状況になっておりますけれども、で2001年にバイデン政権発足しましたが、トランプさんと基本的に変わりません。で何が違うかというと、トランプさんと違うのかというと、バイデンさんの場合は、他の国と一緒に、バイデンさんはもうアメリカだけでやっちゃおうと、ごめんなさい、トランプはアメリカだけでやっちゃおうと、バイデンさんは他の国と一緒に中国に対応しようというふうなことが、これはあとで申し上げますが、明らかであります。で一番考えているのは、中国のハイテク企業を封じ込めると。ということであります。ただブロック経済化を目指しているのかというと、そういうことでもないようでございまして、アメリカと米中の貿易関係はむしろ全体として伸びてるんですよね。米国中国、輸出も輸入も2020年に比べて2021年伸びて増えております。中国からアメリカに対する輸出輸入も増えております。ですから一方でアメリカと中国が経済関係をこう膨らましておいてですね、対決するところは対決しているということで、いわゆるデカップリングっていうんですか、なんか切り離していこうとか、ブロック化、それぞれ分かれていこうということではないんですよね。でむしろ電気自動車などでは、米中合弁の自動車メーカー、上海 GM と、ご必死って書いてのウーリンですかね、が電気自動車販売のもう1位、2位ということで、米中の合弁自動車会社が電気自動車で1番、2位と、はい、一緒にやるところは一緒にやってるわけですね。非常にこう米中関係といっても、単純には見られないと、複雑なところがあるんですけれども。小林大臣はですね、この米中関係全体としてで結構なんですけど、どういう認識を持たれておりますか。小林国務大臣。お答え申し上げます。まず冒頭ですね、私がその他国の意図ですとか、第三国同士のそのがどう見合っているかというところについては、コメントすることは控えますけれども、今委員からご質問いただいた米中関係について、申し上げられる範囲で、お答えさせていただきますと、米中間は通商問題や先端技術をめぐる競争、また国際社会におけるさまざまな懸念事項における意見の対立が見られますけれども、これらは我が国を含めて国際社会全体に関わる問題でもございますので、引き続き関連の動向を注視していく必要があるとは考えています。で大門委員ご指摘の米中貿易関係については、ご指摘いただいたとおりだと思っておりまして、2021年の貿易額でいえば、中国にとってアメリカは第一の貿易相手国ですし、アメリカにとっても中国は主要な貿易相手国であって、中国のその対米輸出は前年比で約3割増えておりますし、また中国のその対米輸入
米から中の動きにつきましては前年比でこれも3割強増えているというふうに承知しています。で、世界経済に大きな影響力を持つ両国でございますから、この米中関係が安定するということは国際社会にとって極めて重要だと考えます。で、また我が国としては同盟国である米国との強固な信頼関係の下で、さまざまな協力を進めてきたし、これからも進めていくべきだと思います。また中国に対しては、国際社会のルールにのっとって、大国としての責任を果たしていただくように働きかけていく必要があろうかと考えます。大門美樹君。そういう、全面的にすべて対決しているわけではなくって、一緒にやりながら、なぜ、バイデンさん、トランプさん、バイデンさんですね、中国をターゲットにいろいろやってるかということなんですが、結論から言いますと、やっぱり半導体、IC、ハイテク技術での覇権を、中国に取らせないと。この半導体 IC というのは修正回路ですよね。これは軍事技術にも、産業技術のにも、基礎の基礎ですから、これがどちらが握るかということが一番で、米中戦略のですね、肝は核はそこに、核心はそこにあるんじゃないかと思っております。で、そういうふうに見ますと、いろんなことが見えてくるわけなんですけど、中国政府はですね、私はちなみに申し上げておきますけど、中国の、アメリカのやり方もちょっと相当なものありますが、中国のやり方がいいと思っているわけでは何でもありません。日本共産党はもう中国にもはっきり物言う政党でありますんでね、どちらかということではなくって、日本が どこでどういう立ち位置でやるべきかという点で申し上げたいわけですが、中国はですね、2015年にハイテク産業全体の振興政策をまとめました、中国製造2025ですよね、中国製造、製造業の製造ですね、2025でございます。で、これがやっぱり火をつけたというふうに思いますが、これは国家戦略でありまして、中国の場合はね、国を挙げて、大企業を応援いたしますので、国家戦略でありますが、重点領域技術ロードマップというのを作りまして、IC など40以上の品目について国産化すると、中国で作るという目標を示したわけであります。で、IC について修正回路で言えば、国産化率を2020年にもう 50%、2030年に 75% に急速に上げるという国家目標を立てたわけでありますね。これどういう意味を持つかと言いますと、この IC ロボット工作機械で、この中国製造2025が国産化目指すということは、分かりやすく言うと、このハイテク、こういう部分のハイテク製品というのは、今、日本がですね、中国に対して輸出しているものの中心のものばかりなんですよね。つまり、この中国製造2025が、どん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 この目的通り国産化をやると、日本から中国への輸出が減るということを意味します。で、アメリカも、このアメリカはこれ、2017年にトランプ政権がですね、この中国製造2025計画に激しく反発をして、これは中国が世界のハイテク産業、9割を支配する野望だというふうに、ペンス副大統領が強く非難をしたものであります。この辺から、この、アメリカの中国に対するハイテク覇権を絶対譲らないというかね、潰そうというのが始まるわけだというふうに思います。で、具体的に始めたのはファーウェイですね。ファーウェイを狙いを定めて、ファーウェイの通信機器は危ないと、情報が漏れるというふうな、なんですかね、バックドアが仕掛けてあるとか言ってですね、まだ証明されておりませんが、証拠はありませんが、ファーウェイの
ファイル の, あの技術使うと、製品使うと危ないよということを振りまいてですね、ファーウェイを締め出すということをやりました。でこれはあの日本にも影響いたしまして、2018年12月にですね、日本政府もさすがに中国とは名指しはしませんでしたけれど、政府や重要インフラにおいて情報漏洩の懸念がある機器は使わないようにという通達が出ました。で名指しはしなかったですけど、これみんな民間の通信事業者はファーウェイのことだと分かって、ファーウェイのものを他のものと入れ替えたと、国産のものと入れ替えたということがございます。小林大臣はこの頃からですね、ずっといろいろやってらっしゃると思うんですけど、この中国政府の中国制度2025計画とアメリカとのですね、この圧力の始まりといいますか、この辺はご存知でしょうか。小林国務大臣。まず米中関係についてですけれども、米中の間ではご指摘の半導体を含む先端技術あるいは通商、こうした分野における競争というのがあって、でまた国際社会のさまざまな懸念事項において、米中両国の間に対立、意見の対立が見られているんだと考えます。で例えば昨年の3月にアメリカバイデン政権になって、国家安保戦略、これはインテリムストラテジーということで暫定版なんですけども、これを公表して、そこで中国を安定的で開かれた国際システムに対して持続的に挑戦する唯一の競争相手というふうにアメリカは中国を位置づけていると。でその一方で中国側もアメリカに対して批判的な発言を続けていると。そうした中で引き続き双方が厳しい立場を取っているというふうには承知しています。また今委員が2025や国防受験フォーファーマーいろいろお話し出されましたけれども、例えば中国は総循環、2つのサイクルですね、それを言っていて、国産化の話がありましたけれども、一つは国産化をやっていくという一つの循環と、もう一つは中国の巨大なマーケットを含めて、その市場などに、中国の市場などに他国をある意味依存させるというような大きな考え方の中で戦略を立てているというふうに認識しています。でその中で繰り返しになるんですけれども、日本として重要なことは特定の国を念頭に置くのではなくて、先ほど委員は自立性とか優位性不可欠性という話だと、なんか言葉をなぞらえたものでちょっと表層的で、あまりそのリアリティとは具体性がないと言いましおっしゃいましたけど、私そうではないと思っていて、やはりまずは重要なのは先ほど申し上げた通り、自分をまず分析することが本当に今十分にこの国はできているのかということを、私は謙虚に真摯にもう一回向き合うべきだと思っていて、その一つのツールとして経済安全保障があると思っています。だから我が国のでこれから何が起こるかわからない中で、本当に何が起こっても国民の命や暮らしを自国の意思と能力で本当に守りきれるのか、どこに弱点があってどこに強みがあって、そういう分析というものを本当にリアルに具体的にやっていくことで、日本自身としての基軸というものができると。で国家安全保障戦略、岸田総理が改定していく、新たに策定していくという中で、じゃあその中に経済安全保障を具体的にどう位置づけていくのか、これは極めて重要な話だと思っておりますけれども、そうした中で、米中、これは先ほど申し上げた方程式の中では変数としては大きな変数だと思いますけれども、自分なりの基軸というものを持つということが重要だということは繰り返し申し上げたいと思います。大門美樹君。だから優秀な方ですね。議論してて気持ちがいいですね。もう少しそうは言ってもですね、この法案、後で言いますけど、この法案出てくる経過でね、やっぱり米中のこの戦略が、米中関係がですね、かなり色濃く出てると思うんですけど、ちなみにアメリカは、先ほど言ったようにファーウェイを封じ込めようと思ったけど、これ失敗したんですよね。ファーウェイは中国政府の全面支援を受けておりますんで、基幹 IC 自社で設計して、ソフトもアンドロイド関連ソフトを
その変わるものを開発してですね、まあ、すごいですね、その点で言いますとね。だからアメリカはこの例えばファーウェイですから、スマホのマーケットでシェア伸ばしてましたけど、落とそうと思ったけど落ちないと、さらに伸ばしちゃったわけですね、ファーウェイですね。でアメリカはもうさらに焦って、輸出管理法でもう物理的な規制までやって、でそれは韓国や日本の企業であってもですね、これはアメリカ企業の設備や自動設計ソフトを使っていたとしたら、ファーウェイのですね、半導体製品を輸出する際には、アメリカ商務省ですかね、商務省の許可を願い出ろというようなことまでやったわけですね。それでもファーウェイのシェアは下がらなかったということで、まあ、イライラしてるわけですね、アメリカはですね。相当苛立ったと思います。そこでバイデン政権は、そういう戦略にやっぱり他の国も多国的に中国を包囲していくということで、これは私が言ってるんじゃなくて、水尾総合研究所がその分析をしておりまして、バイデン政権の通商政策というのを出しておりますが、非常に端的に出ております。つまりそういういろんなことやってきたけど、中国の、まあ、やっぱりその技術が主戦場だと。で、日本を含む同盟国に対中政策での共同対処を求めていくというようなことが、まあ、バイデン政権がですね、打ち出してきて、それで先ほど大臣からご紹介ありました国家安全保障戦略ガイダンスですね、で先ほど申し上げたようなことが書かれているということで、まあ、要するにアメリカは今ですね、その中国の封じ込めのために日本をはじめとした同盟国をの力を動員しようとしているというのがアメリカの戦略であります。まあ、これはまあ事実としてそういうことだと思うんですが、大臣もですね、現実的な答弁もされているなと思ったんですけれども、3月23日の衆議院の内閣委員会で、もちろん先ほど言った自律性とか優位性とか不可欠性ね、これ一番にお話しされた後ですけれども、我が国自身の取り組みや、まあ、同志国という言葉を使っておられますが、同志国との連携、云々ということで、まあ国家および国家の主権や利益を害する経済的な威圧などの課題に対処と、これはどこか分かりませんけどね、この時の同志国というのは、どこの国のことを大臣は想定されたんでしょうか。小林国務大臣。同志国というのも、あまり言葉遊びをするつもりはないんですけれども、その時々の情勢によって、そこは変わりうる概念だと思っています。まあ、ただ、まあ、同志国の中には同盟国は入るというふうに私は考えていて、まあ、同盟国というのは今、アメリカですから、まあ、アメリカだけでは当然ないと考えていますけれども、その基本的な価値、自由であり、民主主義であり、人権であり、法の支配、こうした基本的な価値を共有できる国が同志国であるというふうに考えております。大門美樹君。日本にとってですね、この貿易通商の分野と大変大事な分野 で技術立国との、まあ、技術立国と今もう言えるかどうかとあるんですが、それを再建していく上でも、やっぱり通商自由貿易、技術っていうのは自由に交流した方が伸びますからね、そういう原則非常に大事だと思うんですけど、そういう中でこのアメリカの中国戦略、半導体 IC、 ハイテク覇権、これも取らせないというですね、でこれはまあやっぱりね、軍事機密とかいろいろ関わるんで、それ必死なんでしょうけど、それに日本がどう対応すべきかというときに、そのあまり同盟ばっかり重視しすぎると自由貿易を狭めて、結局日本の技術力も低下していくということになりかねないという部分、そういうリスクがあります。ですからあまりこうなんて言いますかね、敵味方の不毛な議論にあまり巻き込まれないで、やっぱり自主独立で考えないと、ちょっと長い目で見たね、日本の発展はないのかなというふうに思って
ております。それでそういう背景のもとにですね、日本としてどう対応してきたかというのが資料をお配りいたしましたけれども、まず自民党の皆さんの議論をちょっと紹介させてもらって恐縮でありますけれど、やはり与党ですから自民党の中でいろんな議論が始まったわけであります。で、2017年4月に設立された自民党の皆さんの衆議院参議院両方の国会議員さんだと思うんですが、ルール形成戦略議員連盟というのがございました。これは小林大臣も議論に参加されておられましたか。小林国務大臣。お答え申し上げます。ルール形成、戦略議員連盟には私、すみません、ちょっと私の記憶によるところです、途中から入会しました。で、なのでこう設立目的とかそういう経緯についてはちょっと語る立場にはないんですけれども、あれ今から 2,3 年前だったと思うんですけれども、私自身がその議員連盟との関わりで、非常に強くちょっと関わりを持ったのは、いわゆる中央銀行デジタル通貨、CBDC について私は経済安全保障上いろいろ思うところもありまして、それを問題提起したところ、今はちょっとどうなのか、その時その事務局次長というような肩書きを拝命し、テーマに応じて参加をさせていただいたという経緯はございます。大門美樹君。そう、これを、始まりはこのルール形成戦略議員連盟というか、甘利さんではないかとこう思うわけでありますけど、もうはっきりとですね、いろいろ書いてございますけれど、上から1234567891組あたりで中国のファーウェイのことも出て、まいります。でですね、あとこう、非常に警戒心を警戒する相手だということですね。で、インテリジェンス能力を酷使した経済戦争から日本企業を保全することは急務であるということと、でアメリカはそういうことも含めて、国家経済会議を設立しているということで云々とあって、私がちょっと注目したのはですね、何でもちょすみません、線も引かなくて申し訳ないんですけど、エコノミックステイトクラフト、エコノミックステイトクラフトという言葉が出てまいります。で、日本に対してもエコノミックステイトクラフトに関するインテリジェンスを共有し、政策を効果的に構想して民間企業を巻き込んだ実行を狙う日本版 NEC の創設を求める声が上がり始めていると。エコノミックステイトクラフトというのは、大臣、もし解説できればお願いしたいと思いますか。小林国務大臣。このエコノミックステイトクラフトにこれも私確立した定義があるのかというのは存じ上げませんが、私のちょっと感覚的なところで申し上げますと、経済的な手段を用いて他国にその自らの国益あるいは政治目的に沿うような形で行動変容を迫っていく、あるいは促していく、そういうものなのではないかというふうに捉えています。大門美樹君。はい、ありがとうございます。基本的にその通りでございまして、ちょっと何て言いますかね、経済安全保障を少し、安全保障の概念もいろいろありますけれど、少し踏み込んだものかなと私は捉えておりまして、ESES という言い方でエコノミックステイトクラフトですけれど、これは武器を使わない戦争という言い方もされたりします。そういう言い方をするエコノミストもいます。つまり、こう経済的手段によって他の国に強制的な措置を取るというちょっと強い意味がこうあるんですね。で、特定の政策を実現させると、何らかのこう、強い措置を取って何それによって何かをやらせるというふうなですね、いわば経済安全保障における先制攻撃みたいな
ちょっと強いこうものであります。でこれは敵か味方を峻別するという概念もございまして、味方のことを有志国と言い方するそうですね。この概念では有志、志があるですね、有志国という概念をがこう強調されております。このエコノミックステートクラフトの考え方の中にですね、敵と味方を峻別するときに味方の方は有志国と、つまりまあ軍事同盟を結んでいる強い国だけじゃなくて、同じ志を有する国という、まあ、それで敵と味方をこう区別するわけなんですが、この有志国というのが一つの、まあ、ポイントですけれども、菅政権の時にですね、閣議決定されました成長戦略実行計画というのがあるんですけれども、この時に初めて有志国という言い方が登場いたします。こう書いてますね、成長戦略実行計画、菅さんの時ですけど、有志国マルポツパートナーと連携して、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現するため云々とかですね、我が国の経済成長と安全保障を支える戦略技術物資を特定しとかですね、有志国とともに、まあ、こういろいろ書いてあります。このつまりこの申し上げたいことは、エコノミックステートクラフトという概念があって、これは武器を使わない戦争という強い意味がある概念 でその見方を有志国と呼ぶというこの世界があるんですが、それを初めて日本がですね、菅政権の時に有志国という言葉を使ったんですけど、岸田さんにお聞きするときがあれば聞こうかと思いますけど、岸田内閣でもこのエコノミックステートクラフトという概念はこう有志国とかで引き継がれているんでしょうか。小林国務大臣。先ほど申し上げたとおり、我が国 その経済安全保障に対するその基軸となる考え方というのは、先ほど委員との間で議論させていただいたとおりなんです。なので、先ほど私が申し上げたような、このエコノミックステートクラフトの説明というものが正しいかどうかは別として、今、委員との間で交わしているこのその定義というか、その概念に基づくものとすると、まずその他国の行動変容を迫るというものというよりも、むしろその自らのその考え方、基軸をしっかりと整理をするということに重点が置かれているものというふうに理解しています。また先ほど来、アメリカ、中国、有志国とか、そういうお話がなされる中で、私、重要だと思うのは、永遠の同盟も永遠の敵もいないと。あるのは国益のみと、それはイギリスのパーマストンの言葉ですけれども、もちろん同盟国ですとか同志国っていうのはその時々によって極めて重要だと思います。でも一番重要なのは我が国の国益ですから、その今エコノミックステートクラフトという概念も、この国際社会の中ではいろいろと取り沙汰されることもありますが、我が国が今傾注すべきことは我が国自身の基軸を作るということだと認識しています。大門美樹君。それでですね、この甘利さん会長のこのルール議連が要するに何を求めたかということで言いますと、国家安全、日本のですね、国家安全保障局、これは国家安全保障会議の事務局ですね、の国家安全保障局に、経済班を設けるというようなことに、が主張されて、この提言を受けて、このルール形成、戦略議員連盟の提言を受けてできたのが、国家安全保障局の中の経済班ということだと思います。この経済班というのは、何の仕事をしてるんでしょうか。参考にできる。内閣官房内閣審議官、泉幸雄君。お答えいたします。国家安全保障局においては、我が国の安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針、
並びにこれらの政策に関する重要事項に関しまして、企画立案および総合調整を司ることとしておりまして、令和2年4月に設置された経済班は、安全保障と経済を横断する領域で生じるさまざまな課題に対しまして、関係省庁と連携しながら関連政策の推進を行ってございます。大門美樹君。具体的に言いますと、今回のこの経済安全安保法案ですね、この法案を作る作業をやったのが、国家安全保障局の経済班のメンバーで、各省庁から、ね、優秀なスタッフが集められて、今回のこの法案を作ったということにであります。ですから申し上げたいことは、このルール形成議連の提言があって、それによって作られた経済班が、今回の法案を策定する具体的な作業を入ったということでありますので、まあ、流れとしてはですね、この、提言、ですね、甘利さんのこの時の提言をの流れの中で今回の法案が出てきたというふうに、まあ、普通なら常識的に見られるわけであります。でもう一つはですね、次のページに、こちらはその甘利さん、これも甘利さんか、さっきのルール議連ほど、ちょっと生臭くはないんですけれど、これ、新国際秩序創造戦略本部ですね、が出された提言がございます。これはまさに今回の法案を出すべきというふうなことをまとめられた。これ自民党の政務調査会の中にあるあれですかね、戦略本部でございます。でこれは岸田さんが当時、政調会長だったんで、本部長だったんですかね。で、また甘利さんが座長ということで、で小林大臣が事務局長やってらっしゃるんですかね。で、です。で、この本部、戦略本部は何のために作られたんですかね。小林国務大臣。新国際秩序創造戦略本部、まあ、今、委員から説明があったことはまあ事実で、2020年の6月だったと思いますけれど、当時岸田政調会、自民党岸田政調会長を本部長とし、甘利議員を座長とする会議体が立ち上がりました。で、私はそこで事務局長を拝命をして、まさに今日コピーいただいたこの2回提言書いたんですけど、これ最初の1回目のその一昨年の12月、これ私たたき台書きましたんで、まあ主体的に運営してきたという、まあ、自負はございます。で私自身、まあ、5、6年前からこの日本の先端技術の流出にまあ強い危機感を持っていて、で当時、甘利議員が自民党で会長を務めていた知的財産戦略調査会というのがあって、そこでその技術流出の防止対策を議論する、まあ、小委員会を立ち上げてですね、まあ、そこから議論してきたんです。で、その議論をしていく過程の中で、まあ、今、形になっているもの、まだなっているものありますけれども、経済安全保障というのは、技術はすごい重要な切り口です。でもそれだけではなくて、まあ、サイバーセキュリティがあり、サプライチェーンがあり、あるいはそのデジタル通貨の話があり、インフラ輸出があり、もっと広い間口で、切り口で、この経済安全保障を捉えていく必要があるというふうに考えまして、そういう思いを共有している、まあ、岸田政調会長、甘利座長のとともにですね、自民党の中でこういう会議体が立ち上がったというふうに理解をしておりまして、その目的というのは、まさにここに提言に書かせていただいた通りなんですけど、先ほど来申し上げて、もうあまり繰り返しませんが、まあ、自立性、優位性、不可欠性というものをしっかりと獲得することによって、自らの基軸を作る、他国の動向に右往左往しない国を作っていく、まあ、そういう思いの中で、この新国際秩序創造戦略本部が、まあ、生まれ、継続したと、キックオフしたということだと考えています。大門美樹君。はい、ありがとうございます。で、ただもう時間ないので、細かく触れませんが、まあ、先ほどのルール議連ほどではないんですけど、この中にもやはり、アメリカの対中戦略とか、まあ、日本は共同歩調をというような、まあ、ニュアンス、
そういう文言がこうあるわけでありまして、私申し上げたいのはですね、アメリカのこういう問題の議論の時は、中国なら中国という名前をはっきり出して、どこの国というのをはっきり出して、率直なですね議論をしているんですよね。で、今回の議論はこの、いや、どこか想定してませんというこうなるんですけど、まあ、アメリカは、ね、議員立法が多いから、そういう率直な議論になるのか分かりませんけれど、やはりこうなんかね、こう外側だけ撫でてて、で現場の人たちはもう中国だと思ってますから、企業の人たちはね、そうなったらどうなるんだろうとみんな思ってるわけですね。そういう点では国会としてやっぱり法案のこの、ちょっと抽象的な議論ばっかりじゃなくって、やっぱり中国についてダメなものはダメと、アメリカについてもダメなものはダメというのは、やっぱり国会でそういう率直な議論をねやるべきじゃないかなと思って、これが全部そのアメリカに言われたやってんだとか、そういう意味じゃないんですよ。いろんな背景があるんじゃないでしょうかと、それに具体的に日本はどう対応するんでしょうかという、やっぱりね、リアルな具体的な議論を国会ならばやるべきではないかと思って、こうちょっと先ほどからね言ってるんですけれども、で例えばこの戦略本部の提言についても、須波さんが有識者会議のメンバー須波さんがですね、もうやっぱり述べておられて、中国の技術派遣との関係だと、それで今回の法案も出てきたというようなことを有識者会議のメンバーも話されております。それで参考までにですね、次ちょっと古い資料ですが、つけておきましたけど、そもそも経済安保って何なのと、どう考えるのということで、これは経済安全保障の確立を目指してという、当時の通商産業省ですね、通産省が産業構造審議会編で一つの本を出しております。でちょっとまあコピーが古い本なんで、コピーが汚くて申し訳ないんですけれど、ずいぶん今と違うなと、経済安全保障の考え方がですね、やはりこの時は経済安全保障というのはもう、まあ、大体技術というのがですね、人類共同の財産だと、で技術開発の基本目的というのは人類共同の財産の構築なんだというふうな、だからまあ自由にね、あまりそういう技術を、こう戦いの材料にすべきじゃないというようなことが書かれて、おりまして、私は本当この通りだなと思うんですね。本来はですね、これ時代が経って、今そんな甘くないとかいろんな話される方いるかも分かりませんが、本来経済の安全保障とかいうものは、技術というものはですね、こういうものではないのかと思いますので、まあ、参考までにつけて、おきました。それで私は心配するのはですね、まあ、日本企業は非常に大変、国会の議論を聞いていて、どこの国の話なのか分からないと、中国なら中国ではっきり言ってくれと、だったら自分たちも対応できるんだと、そう言わないから、こう何が何なんだと、いざとなったら中国と取引したら何かやられちゃうのかとかですね、いうのはありますので、まあ、率直な議論をしたらどうかと思うのが一つであります。もう一つはですね、まあ、今日の質問の最後に申し上げたいのは、アメリカにくっついていって、今までどんなことがあったかの一つですが、半導体ですね、大臣はもう大変優秀な方だと思いますので、これ通告してないかも分かり、あ、通告したかな、してないかも分かりませんが、半導体ですね、日本の半導体がなぜこんなにダメになったのか、その原因を大臣はいかがお考えですか。小林国務大臣。まず今いただいた1982年の話ですけれども、今からやはりもう40年も前の話でございまして、その時代の状況を把握する上では有益なのかもしれませんが、やはりそこに書かれていること、そこの時代背景と今の時代背景というものが、やはりそこは大きく変わっているところもあるということは認識した上で、政策を現実的に打っていく必要があると思っています。で、
半導体 の政策、まあ、これまでで今後、私自身いろいろ考えはありますけれども、半導体政策自身は直接、まあ、所管してない、まあ、経産省、今萩生田大臣のリーダーシップの下で、今やっておりますので、あまりその私がこう持論を申し上げることは控えたいと思いますけれども、一般にその1980年代は、まあ、世界で、まあ、売り上げが、まあ、トップだったわけですよね。それがその競争力を落としてしまったと、まあ、今売り上げで見れば、まあ、足元では1割を切るような水準になっているという状況です。でこれは一般に一般論として言えば、理由の一つとしては国際的な共同研究の枠組み、これを構築することができなかった、まあ、それでイノベーションの力の向上ですとか販路開拓の面で劣後した。またこれからの課題なのかもしれません、これからも課題になるかもしれませんが、新たな市場、そのユーザーサイドの目線に立ったその市場の開拓、そういうこともさまざまいろいろあったと思います。そういう中で過去の反省も踏まえて、今経産省を中心に、これは経済安全保障も重要な話ですけれども、そうした中で政府が連携をしながら、足元ではミッシングピースであった先端ロジックの製造拠点、これをこれから作っていくということですけども、次世代半導体どうするのかとか、先を見ていかなければいけませんので、政府連携して対応していければと考えています。大門美樹君。これは私が勝手に言っているんですけど、いろんな方が日本の半導体について分析をされておりますので、共通するところを申し上げますと、やはりアメリカが、日本の半導体を、潰したという言い方をする人までいるぐらいであります。なぜかというと、半導体というのはやっぱり軍事技術、産業技術の核も一番基礎的なものを成します。で80年代に世界一だった日本の半導体はですね、アメリカがやっぱりアメリカの安全保障を日本のものを使っているということそのものがですね、脅かすことになるんではないかということがあって、1986年に、ご存知だと思いますが、日米半導体協定が結ばれまして、海外半導体の、市場ですね、がこう他の国に売れというようなことが求められたりですね、86年からのこの半導体協定の押し付けによって、日本市場で、外国製半導体のシェアが日本で 20% に増やせとかですね、要するにアメリカに増やすなとかですね、で、そういうふうなことで、かなりアメリカがずっと輸出を受けたんですけど、するなということがあったり、あとは韓国製半導体が日本に進出すると、でドラムですよね、ドラムのようなメモリ生産から日本が撤退すると。要するに始まりはですね、アメリカがやっぱり日本に、そういう軍事同盟国 とは言っても日本に軍事や、産業の一番のこれからの核になる技術を、トップにしたくないと、自分たちが覇権を握りたいということから始まって、日本の半導体はですね、アメリカに叩かれてきたということですね。で、日本は日本でその半導体に力を入れるんじゃなくて、もう海外グローバル化だということで海外生産をやると、IT バブルの時は、崩壊した時は人材を海外に平気で流出させるということで、中国が伸びると、台湾が伸びると、韓国が伸びるというような事態を招いたということで、始まりはアメリカが主導権を握らせないということにあったわけであります。申し上げたいのはですね、アメリカというのは、まず半導体でいうと、日本をたたいて、今は今度は中国が出てきたら中国を叩こうとしているという構図にあると、それが今の一番リアルな、この経済安全安全保障のですね、世界的な状況の状況だということを踏まえてですね、この法案審議もですね、議論していくということと、やっぱりもう少しリアリティのある議論をですね、していくべきではないかと、それが日本の国益にですね、
つながっていくんではないかということを思います。またあの議論できれば議論したいと思います。今日は時間でこれで終わります。ありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。